なんかさ、そういうのいつも思うねんけど、もし生まれ変わって神様がさ、いいよお前の好きなようにタレント2人、男1人女1人でいいから名前あげろ、それをミックスさせて好きな時にその2人の能力出せるようにしてあげればって言ったらどうする？俺は俺一人女の憧れの人は室伏さん、室伏浩二さん、おそらく強いと思うね。わかるわかるわかる。めっちゃで、あんまり格闘技の方行ってないけど絶対強いと思うね。でもう一人は女性やで。女性？それ何、俺がなれるのそれに？そうやで。やっぱ可愛い方がええな。いや、だいぶ可愛い方が、大沢あかねさんぐらい可愛い方がええわ。お前結婚してる人の名前なんだ。あ、よくない？まあいいけど別に。どなしゃんえらい突っ込みにくそうやったやんか。いやいやいや、室伏さんと大沢、まあせやな、結婚してやるから橋本環奈さんに。いやいや、一人やから、だからで大沢あかねさんで、スタイル抜群やから。ああ、なんで知ってんの？いや、あの人めっちゃ出してたよ、写真集。あ、そうなの？グラビアも出てましたよ。俺はでも似てる共通点ある。俺も筋肉の方やねん。せやろ、まずそうやろ。俺はだから松本人志さん。いや、ずるいやん、お笑いのやつも撮ってるやん。違う違う、筋肉だけで。そう。お前さ、誰が松本さんのさ、笑いの才能じゃなくて筋肉羨ましがってる。おれへんで、日本で。なんなんそれ、欲しいからさ。あそこまでだって行きたいもん、俺も正直。筋肉は松本さんやろ。女体以下なら誰がいい？もう毎回出してます、叶姉妹の京子さん。自分叶京子さん好きやな。あれぐらい行きたいね。両方スイッチできるってことよ。で美香さんも可愛いないか。わかるよ、強さと美しさがそこにはあるからね。ああ、ファビュラスって言うてるぐらいやからな。ファビュラス、ファビュラス、口癖でなんか素晴らしいとか美しいの最上級らしいよ。はあ、なるほどね。じゃあ俺美香さんになるから、自分ちょっと京子さんやってや。え、だからもし生まれ変わるんやったら、俺加納美香さんやるからごめん、ちょっと自分京子さんやってや。生まれ変わるなら、なんで来世までお前と一緒におらなあかんで。ほんでなんで加納姉妹で俺たち2人が行かなあかんねん。それしかもあんな漫才の入りみたいな言い方でな。あおかお前来世も一緒におるぞ。別にええねんぞ、お前のキャリーケースかなんかでも別に横おるぞ。キャリーケースってないね。キャリーケースなってるやん、お前。キャリーケース来世キャリーケースやん。あ、僕来世ですか？キャリーケースです。キャリーケースや。タイヤも3つぐらいしかついてないやろ多分。全部のエスカレーターの乗るとこでグルンってなるやつ。一番安いやつ。